氷川きよし、一1年8ヶ月ぶりの復帰コンサート本人もファンももあべた。日刊スポーツコム芸能版記者コラム。歌手氷川きよし、四46が17日、約1年8ヶ月ぶりに歌手復帰したコンサートを都内で開催し、約6500人のファンに氷川きよしここにありを存分に印象付けました。スタート直後は本人もファンもちょっと固い感じ。 ファン心理を推測すると、何を歌うのだろう、何を話すのかな、のドキドキ感と緊張感で見えない糸がピンと張り詰めたイメージ。勝負し様子見、でしょうか。会場が和んだ空気になってきたのは、中盤になってファンに耳馴染みのある演歌を歌った頃です。清のずんどこ節、箱根八里の半次郎では久々に清、清しコールが響き渡りました。 後半に入ると、友人で音楽ユニット TM ネットワークキネナオト66が登場。キネは氷川が歌う演歌がいかに素晴らしいかをとうとうと語り、ポップスやロックなど何でも歌える氷川の強みにも触れました。その言葉にファンは共感し、安心をしたのだと思います。会場の雰囲気がガラッと変わりました。 氷川自身も巨大スクリーンで思いを綴った文章を発表しました。デビューから休養までの23年間走り続けた氷川清と新しい呼び名のキーナ。どちらもすべて自分だとして今後の活動について清氷川プラスキーナの歌のパワーでファンの皆様を幸せにしたい。現在トップスターとして活躍をしているタレントの中にも 過去に一時休養をした人がいます。中には死亡説まで飛び出してメディアを賑わせた人も、休むことで迷いを振り切り、パワーアップした姿を見せてくれれば本人にとってもファンにとっても、もわべた映画評論家、小森のおばちゃま風に言えばです。氷川の最後の言葉は、皆さん、最高です。この日を忘れませんでした。長い間、 待っていたファンも、この日を忘れないでしょう。25周年を飾る最高のスタートでした。松本 Q。悩み困惑する姿こそハマり役、杉野洋介、マウンテンドクター。淡々と進む地味ドラマが好調な秘訣は丁寧なキャラ描写にあり。杉野洋介、28主演の連続ドラマ、マウンテンドクター。 関テレ制作フジテレビ系月曜夜10時の第9話が9月2日に放送される。8月26日放送の第8話は平均世帯視聴率ビデオリサーチ調べ関東地区が前回に続いて6%台をキープ。今期ドラマのトップに日曜劇場ブラックペアンシーズン 2TBS 系8月9ドラマ海の始まり 富士テレビ系には及ばないが、視聴者から安定した支持を得ている。同ドラマは、長野県松本市を舞台に、MM、MMT マウンテンメディカルチームのメンバーに任命された青年医師宮本穂杉野の成長する姿を描くオリジナル医療作品。医療ものといっても難病が出てくるわけではなく、病院内の権力争いもない。 それでも本作が指示されているのは、方をはじめとする各キャラの魅力にありそうだ。第8話は、新語、向井工事30の焼き鳥店に、息子敬語、湯田光輝、9、が突然訪ねてくる。敬語は心臓に疾患を抱えているため、元妻林、富手編み、30、に学童で行く登山に反対されているという。友達と山に登り、 大好きなカブトムシを捕まえたいという願いを叶えたい方は、MMT の山岳外来受診を提案する。警護を診察したのは、MMT に新たに加わったエモリ、大森ナ五十二検査の結果、カテーテル手術をすれば運動も可能で、警護本人の意思を尊重したリンは、手術を決断。それでも、登山への不安が増えないリンに、 ほは自分が帯同すると申し出る。無事に手術を終えた警護は、ポトレ宮沢エマ、三十五と共に山へ、という展開。X、旧ツイッター上では、ポ先生の理想が先走ってる感。冷静なら他の方法を選べるよな、シンゴの警護君への思いが溢れるシーンと、ポに怒りをぶつけるシーンめちゃくちゃ良かった、麻酔科医として患者さんを守りたいって。 内会にさせたい領事の前で言い切ったののりこに拍手喝采など、それぞれのキャラに言及する声が多かった。今回、山で起きたのは、警護たちが蜂に刺さったことによるアナフィラキシーの発症。ドクターヘリが出動する緊急事態ではあったが、正直、医療者としては地味な内容だった。毎回、山で事故が起きて、ホタチが駆けつけるという、 おなじみのパターンが続いているのだが、それでも視聴率は堅調だ。その理由は、本作が事故に絡めながら、えも大森り、宮沢のり子岡崎さえ、28など、脇を固める MMT メンバーのキャラを丁寧に描いているから。さらに、これらのキャラがしっかり機能しているから、チーム医療ものとしての魅力も際立つ。X でキャラに対する言及が多いのは、 その証拠だろう。また、杉野がこのキャラにハマっていることもある。X でも、真面目で苦悩する顔がいい、などの声があって、人の良さがにじみ出てしまう杉野だからこそだろう。昨年放送のバラカモン同局系では、天然ながらプライドが高く、気難しい役を演じていたが、杉野には、このような実直なキャラの方がしっくりくる。次回は、 理想に向かってひた走るあるのせいで、MMT が存続の危機に陥りそうだ。しかし、そんな時も MMT のメンバーは、厳しい産学医療の現実にぶつかりながらも、最後は穂に寄り添ってくれるだろう。地味ながらも人の思いが伝わってくる。そんなところに本作の人気の理由がありそうだ。ドラマライター山川、お調子者だけど優しくてシャイで。 向井工二も、慎吾のキャラにハマっている。